みなさんこんにちは え今日は「多資格からのステップアップ」というテーマでえ他の資格試験の、えー、合格者さんだったりあとは学習経験者あとは、まあ、実務科の先生方にも是非土地家屋調査士という資格、ね、えこちらの方についてもう少し詳しく知っていただきたいなということでガイダンスの方設定させていただきました。え私レックで土地家屋調査士試験の講師をししししておおりままますすす木村と申よろしくお願いします 最近はあのダブルライセンスとかトリプルライセンスとか、まあ、そういった言葉もね普通に聞くようになってきましたけれども、まあ、実際に、えー、実務科の先生方の中にも2つ3つの資格を生かして、えー、実務の世界で活躍されている先生方も、まあ、たくさんいらっしゃいます。でえー、そこで、まあ、ぜひあの例えば、えー 司法書士の資格だったり、あとは行政書士の資格だったり、まあ、これらの資格をお持ちの方っていうのは、土地家屋調査士というのがまあどんな仕事なのかっていうのもね、え大体のことはご存知かと思います。で、その他にも例えば宅建士だったり、あとはマンション管理士ね、これらの資格のね、えー、学習経験者の方っていうのもあのぜひ土地家屋調査士試験については、えー、プラスになります。 ね、その宅建だったりマンション管理士の試験で学習したことが土地家屋調査士試験でもこれ生かせるとということになりますでその他にもあの測量士測量士法あとは建築資産なんかに関してもこれ試験を受ける上でもものすごくメリットがあったりします。で測量士 さんなんなかはね、えー、当然土地家屋調査士もこれ土地の測量なんかをすることになるんですけれども実際測量という分野に関しては測量士さんの方がねこれは知識が豊富だったりも実際します、まあ、もちろんね測量する部分が全然違ってくるので、まあ、どっちが上っていうことはもちろん言えないんですけれども要は今何が言いたいかというと土地家屋調査士という実務に就くにあたっても測量の知識を持っているっていうのはものすごくメリットにもなりますしあとは試験を受ける上で でも測量士それから建築士の資格を持っている人ってもう一歩リードっていうところにあるんですねで、そういったところもこれぜひね説明させていただきたいと思いますのでまあ、このガイダンスを聞いていただいて少しでも土地家屋調査士という資格そして試験に興味を持っていただければなと思っていますはい、でまあこの、えー、ガイダンスするにあたって、えー、使っていくものなんですけれどもこちらのパンフレットですね はい、これはまあ2021年の合格目標でレレックで出していいる初級者向けのパンフレットということになりますでこちらを使って説明していきますけれども随時画面の方にね映しますので、えー、皆さんは画面を見て聞いていただければ結構ですしもし興味を持っていただいたら、えー、もちろんねパンフレット請求していただいて、まあ、隅から隅までね読んでいただければいいなと思っています。 はいでは早速ね始めていきたいと思うんですがもしお手元にもパンフレットありますという方はね是非開いて一緒に見ていただければと思いますページも一応お伝えしますねはいまず12ページの下のところにはいこんなちょっと図があるんですね はいまあ、私土地家屋調査試試験の講師ということでこちらの説明させていただくんですけれどもまあ関わりがある他の資格というのをこれ1234566つほど載せてあります。でこの中で少し区分けしたいと思うんですけれどもまずはここですね。 測量士測量士法それから建築士建築士の資格というのもこれまあ1級建築士2級建築士でだいぶねレベルは違いますけれどもどちらでもいいんですね。これらの資格を持っている人というのはこれは何と言ってもここですねなんといっても土地家屋調査士試験の まあ免除の部分が出てくるということでまあ他の受験生よりもこれ一歩リードできるっていうところねこれものすごくメリットですであの後でまたね説明しますけれども土地家屋調査士試験の構成って普通に受けると午前の部午後の部というふうにこれ2つ受けなきゃいけないんですでちょっとね見てもらいましょうかね はいまあ、実際後でまたね戻って詳しく見ますけれども土地家屋調査士試験っていうのは、まあ、10月に行われて普通に受けようと思うと午前の部が2時間そして午後の部が2時間半ごめんなさいこっち3時間ですね午前あごめんなさい2時間でやってるか2時間そして午,、えー、午後の部が2時間半という、まあ、1日がかりの試験になるわけです。 ね、でこれ実際に両方受けて合格する人ってなかなかいないので大体どこの予備校さんも免除資格持っていない人はまずは測量司法、ね、要は今申し上げた測量司測量司法 級級建築士2級建築築士士この4つの中で何が一番取りやすいかって言ったら測量司法の試験がまあ断然合格しやすいのでこれをセットで勉強して5月に行われる測量司法の試験これを受けてから免除資格として10月の土地家屋調査士試験は午後の部だけに挑む、まあ、こんなスタイルをほとんどの予備校さんが取っていると思います。ね、レックももちろんん漏れずにそうなでですねですねから元々 この4つの資格のうち何か合格してますよっていう人はもうそれだけで午後の部の対策だけ取ればいいということになるので他の受験生よりはだいぶ楽になります。 まあだいぶ楽になるというふうに今申し上げましたけれどもじゃあその午後の部の試験簡単に合格できるかって言ったらまあもちろんそこはそうではないので、えー、やはりかなりの量をね勉強しなきゃいけないということにはなるんですけれどもやはり測量手法を合わせて勉強する人よりもそれは当然集中午後の試験だけにね集中して勉強できるのでこれはメリットだと思います。 あとは先ほど少し申し上げましたがやはり測量の経験がある人っていうのは実際に土地の問題土地家屋調査士の試験っていうのは卓越問題とそれから記述式問題ここ書式問題と呼ばれるところなんですけれどもここに分かれるんですね。で卓一問題50点満点で書式の問題が50点満点。 書式の問題っていうのは土地の問題と建物の問題に分かれるんですけれどもこの土地の問題っていうのがかなり測量の知識を必要としますでもちろん初級講座ということになるので1から学習するんですけれどももともと測量の経験がある人っていうのはその部分っていうのがものすごくイメージできるわけです実務でやってるわけだから。 で実務でやっていなくても試験受けてる人っていうのはやはり測量のの学習っていいうのは非常に入りやすいです、ね、で全く測量の知識がない人っていうのは私も実際にこの試験をね、えー、学習し始めた時っていうのはもう測量なんて全くわからなかっただから外で測量している人見ても何か撮影してるのかななんていうふうにね思っていたぐらいで全く知識がなかったのでその部分ってやはりイメージがしづらくてちょっと大変だった。 っていうね、えー、自覚があります、ね、ただそういったこともありません。で実際にその土地家屋調査士試験の午後の部の書式問題土地の問題ちょっとね今映しますね。はい。 これが、まあ、21問目というふうにありますけれども1問目から20問目までが先ほど申し上げた択一問題で21問目が土地の書式問題そして22問目が建物の書式問題ということになるんですけれどもやはり測量の経験がある方だとこういった調査図素図、ね、要は見取り図を見ていただいてもなんとなくイメージがしやすいんじゃないのかなと思うんです。ね、でここにに、ある点に トータルステーション要は測量機器を置いてそしてここにある点を格子方向ね格子点としてそしてここにある点の座標値を測るんですよなんていう風に言った時にやはり全くの測量未経験者だとこのイメージつかむのちょっと辛いんですよねで問題として何が与えられているかというとこことここの座標値が与えられている こここでぐるっと回したこの角度が与えられているねそうすると、まあ、ここの座標値出せるんですよ、ねまあ、そんなふうな,なってきますで今私がね話した内容で測量経験者っていうのはもうこれ全くわ、あのー、からないことってないと思うんですただそうじゃない方って今の説明だけだとちょっとちんぷんかんぷんですよね ただそういった今の説明でちんぷんかんぷんな方も必ずわかるようにもちろん初級講座ですから1から説明します。だから皆さん当然わかるようになります。ね。ただやっぱり経験者の方ってわかるの早いですよね,ね。だからそういったところでもまず測量士、測量士法、ね持ってる方、実務経験者、これはやはり一歩リードです。ね、でその他にも、 建築士の資格持っている方だったらやはり免除資格になるわけだからそれでもやっぱり測量経験がなくてもこの部分で試験を受けるということにあたってはものすごくね一歩リードということになるわけです。はいで次はいまたちょっとパンフレットに戻りますが。 はいまたこの図に行きますねはい次はここはい宅建士、マンション管理士 考えるとあまりね関係ないかなとも思われがちなんですけれどもまあここの資格っていうのはやはりこっちのように免除資格にはならないのでやはり先ほど申し上げた4つの免除資格持っていないとなると測量司法、ね、ここを並行して学習しなければならなくなります。ね、そののの部分はは仕方方ないいんでですけれれどもでもこれらの資格を勉強した方っていうのは これ何と言っても区分所有法ここやってるっていうのはものすごく大きいわけです。ね、宅建士だってマンション管理士だってやはりマンション扱うわけだから、ね、これはやはり区分所有法というのを勉強してない方っていないと思うんです。でで調査士の問題で 区分所有法自体を法律をガツ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 勉強するっていうわけではないんですけれども土地家屋調査士の試験でさっきちょっと申し上げました建物の書式問題、ね、これを解く際に区分建物いわゆるマンションなんかの区分建物の問題が出てくることがあるんです。で実際にまたちょっとね、えー、試験問題見ていただきたいんですが。 これが先ほどの土地の問題もちらっとねお見せした土地の問題もそうなんですけれども令和元年の本試験問題です、ね。で、この立面図を見てもパッと見てもわかるとおりまあこれビルなんです。ね、でいわゆる区分建物といってこのビルの1階2階部分、ね、これについての問題が出てきたわけです。 で区分建物の問題というとやはり敷地権というちょっと難しい登記事項が出てきてこの部分でまずやはり学習経験ない人っていうのはもう絶対に100%と言っていいほどつまずきますねまあ、つまずきますなんていうふうに私言ってますけれどももちろん自分もそうでしたもう1回講義聞いただけじゃ全然わからないですねまず区分建物という名前から ね、入ってであっマンションみたいな建物なのね,ねここまではままだすすんなりきます、ね、でもこれについてやはり普通の区分建物ではない建物、ね、普通の一戸建てのような建物と比べて勉強しなきゃいけないことがこれたくさんあります。でたくさんあるし内容もめちゃめちゃ難しいんです。ね、ただマンンション管理士や 宅建の勉強をされたことがある方っていうのはやはりこのあたり区分所有法というのを学んでいるのである程度すべてが初めての方よりはやはりリードできているというような状態から入るわけです、ね、だからそんなにね詳しく知らないね不動産登記法のことなんてそれほどやっていない、ね、少しは出るかもしれないですよね宅建士だったりマンション管理士も不動産登記法を少しは学ぶと思うんですけれどもやはり量が少ないです だからこの部分はもうしっかり勉強していただかなきゃいけないんですけれどもやはり区分所有法の知識があるだけで入り実際にちょっと6法もね持っ,てきた持ってきてみたんですけれどもはい、まあ、実際にあの講義に入っていくと一応6法なんかも使ったりします。 で、えー、これ区分所有法建物の区分所有等に関する法律でこの区分所有という部分非常に重要になってきます。はい、で学習している方はやっぱり共用部分なんていうふうに言ってもピンときますよね。で共用部分の中でも土地家屋調査士試験ではやはりこの共用部分である旨の登記その旨を登記しなければ。 これをもって第三者に対抗することができないというのが、まあ、区分所有法の第4条第2項の規定にあるんですけれどもこの「登記」というところで大きく土地家屋調査士試験に関わってきます、はいまあ普通に「登記」「登記」言ってますけれども「土地家屋調査士というのは表示に関する登記、ね、これを 所有者に代わって代理で申請を行うという仕事になるのでまあなんといっても不動産登記の勉強これが非常に重要になりますただ不動産登記法だけ勉強していればいいわけではなくてやっぱりその周りの法律ね今の区分所有法だったりあとは民法ですよねこういったところも学習していかなきゃいけないで宅建の 学習をしている方っていうのは割と民法を勉強していると思いますのでののの民法の知識っていいうのも非常に役に役立ちますはい、でその他にはい敷地利用権で分離処分の禁止なんていうのもやはり「宅建」。 マンション管理士の学習をされている方はやはりこのあたりもねこれしっかりやってるんじゃないかなと思いますでこの分離処分禁止っていうところも非常に重要な内容それからそれに伴って規約の設定規約という部分も非常に重要になってきます、ね、ですからこんな風に ここで学習した知識というのは土地家屋調査士試験の勉強をするにあたって非常に生きてくるということになるわけです。はい、で最後にこの2つ司法書士行政書士はいここに関してはもうこれは試験勉強これにとってもやはりメリットにはなるんですけれども実務 についている方っていうのはやはり土地家屋調査士試験、ね、合格していただいて登録してもらうとこれは仕事の幅もぐっとと広がると思います、ね、で実際に司法書士行政書士土地家屋調査士この3つの資格を使って。 これねきちんと活躍されている先生も私は知っていますのでえ非常にメリットになりますまあ、3つ持ってトリプルライセンスでっていうとなかなかねこれは大変だと思いますけれども今行政書士事務所やってますよなんていう方これ受講生でもこれ意外といますねもちろん司法書士の事務所やってますっていう方ももちろんいます ね、だからこれらの方はぜひ土地化屋調査士という資格を加えていただきたいなと思ってます実際に実務されている方っていうのは土地化屋調査士の先生から仕事回ってきたりあとは自分がね回してあげたりっていうこともこれやってるんじゃないかなと思ってます、ね、ですからまあこういった、えー、資格を持っている方っていうのはぜひチャレンジしていただきたいなというふうに思ってます、ね、そうするとまあ司法書士の 方なんていうのは当然登記メインの仕事になってきます、ね、ます、あ、ねメインって言っても他にもねたくさんあるでしょうけれども権利の登記というのが司法書士さんたちの仕事になってくるわけですから表示に関する登記もできればこれはもうワンストップサービスっていうのが、まあ、実現できるわけですよね。はいでこの後はこの司法書士行政書士の資格をお持ちの方の目線でちょっともう少し、ね、話を広げていきたいと思っています。 で実際に、えー、このあとレックのテキスト、ね、これの抜粋ちょっとお見せしますのでこれを使いながら、まあ、こんな風うに、ねえー、知識が利用できますよなんていうお話をしていきたいと思います。またね画面見てください はい。登記登記言ってますけれども、実際に登記記録というものをね、ちょっと今持ってきました。はい。で、これは実際に、えー、レックのテキストの抜粋ということになるので、テキストを使って学習していくんですけれども、まあ、こういった登記事項証明書なんかを入れて、えー、具体的に分かりやすくね、学習していくことになっています。はい。で、これは、 非区分建物の登記事項証明書ということで登記事項証明書これは登記記録の内容を書面に示したもの。で非区分建物というふうになっているので先ほどねえ私が区分建物例にね少し説明しましたけれども区分建物にあらずです。非区分建物だから。 ね、区分建物ではない建物のことを、まあ、これ全般的に非区分建物と言いますよ、ね、でこれ実際に登記記録も分かれているんです、ね、なぜかというと区分建物というと先ほど令和元年の試験問題をお見せしたように要はビルの中マンションの中の一室これが区分建物になるわけだから。 まずはビル全体マンション全体の物理的物理的現況というところを表す表題部そしてそれぞれの区分建物マンションだったらそれぞれの部屋を表す表題部というふうに分かれてくるんです、ね、ただ非分建物の場合はそんなふうに分ける必要がないので表題部っていうのはこれ1個だけということになります、ね、だからまず形が全然違うんだな そして「区分建物」って難しいんですよって先ほども申し上げましたけれどもやはり「低分建物」にはない登記事項というのが出てくるのでやっぱり覚えることもたくさんある。だだかかららまずはは建物の勉強から入るこんなふうに思ってください、はいでこれ「低分建物」の登記事項証明書なんですけれども大きく分けて「表題部」そして「権利部」というところに分かれます。 で、土地家屋調査士はどこを担当するのかというとこの表題部なんです、ねで。表題部って何が示されるところなんですかっていうとまず一言で言うとそのの建物の物理的とということになります、ね。だからどんな建物なのかどこにありますか、ね、どんな利用目的で使われていますか。 居宅とあるのであこれ普通の住宅なんだなって思ってもらえればいいね。そしてどんな構造をしてますかね。主な作りは鉄骨ですよね屋根はこれ瓦で吹かれてますよ何階建てですよねこんな構造が表されるそして床面積ねどのぐらいの広さがあるのかな1階と2階分けてこんな風に表示するんだなねそしてここは ね、いつ建ったのかな、ねまあ、こういったことが示されますだからこの建物について知りたいなと思ったらこの登記記録の内容を確認すればいい。ね、でこの登記記録の内容っていうのは手数料を払って誰でもこの登記事項証明書といった形で交付してもらえるんだよっていうことになります。ね、そしててこの下のの下権利部っていうのは 権利に関する登記ということになるのでこの部分が司法書士の先生方のお仕事、ね、そして表題部ここに関しては我々土地家屋区調査士の仕事、ね、でどっちもやっぱり表題部に関しての登記の申請これを行とすることは司法書士の先生だってできないし司法書士の方権利部に関しての登記の申請を 業とするということは土地家屋調査士にもできないし、ね、これはきちんとまあだから両方の資格これ持っていればワンストップサービスということでどっちもできてしまうということになります。ね、でまあこれイメージとしては「家建てました」というふうになった場合、ね、調査士が「表題登記」をして、ね、そして司法書士が「 権利に関する登記をしてこんな風にねこれが一つでできるとね一人でできるとこれは当然スピーディーに完結できますよっていう話ですはいでもう一つはいこれ土地の登記事項証明書です今度は土地ですね、でこれもやっぱり同じように登記記録の内容を書面にしたもの これが登記事項証明書というふうになるんですけれどもやっぱり表題部そして権利部に分かれます。はい、で土地に関してもやっぱり土地家屋調査士が担当するのはこの表題部。で何が記録されるのかって言ったら物理的現況です、ね。どこにあるのかなはい「地目」というのは土地の利用状況です。 宅地とあるので建物立ってるんだな建物の敷地になってるんだなっていうのが分かりますそして土地の面積どのぐらいあるのかな、ね、この土地が発生した原因、ね、あ平成26年にこういう水面埋め立てによって発生したんだなこんなことが分かるわけです。はい、で下の方はもちろんねこれは司法書士さんたちの仕事ということになります。 はいでまあ我々が担当するこの表題部について、ね、ここも少し詳しくね見ていきたいと思うんですけれども何度も言うように物理的現況を表すと大きい、ね、ということになるので当然これ現地を調査しに行かななきゃいけないけ、ね、どんな利用目的で使われているのかそしてどのぐらいの面積があるのかここで測量作業が必要になってきます。 はい、ですからまあ一般的に測量士さんたちは割と広いね、えー、ところを測ることが多いと思うんですけれども土地家屋調査士の測量というのはこれ陶器に関する測量ということになるので広さが割とねただこの登記の申請に関する測量っていうのはやっぱりこれ測量士さんねこれできないので土地家屋調査士のこれはもう独占業務。 とということになってきます、はい、で例えばこの地目ちょっとここにね着目していただきたいと思いますけれどもこれ「宅地」とあるので、まあ、建物の敷地になっているんだな。ね、でも例えばその建物古くなって建物を取り壊して駐車場にしたなんていう場合ここ。 宅地じゃなくなくってきますよね現地の建物古くなって取り壊したんです、ね、でそこをもう駐車場として使うようにした今普通に不特定多数の車が止まっているというふうになった場合登記記録、ね、ここに記録されている内容っていうのは宅地のまま誰かが変更しなきゃ変わらないわけです。ね、じゃあこれどうするのか 現況駐車場になっているのに登記してある内容地目が宅地だったらこれ全然意味ないですよね誰かがこの土地について知りたいな、ね、登記事項証明書これ交付してもらって見てみた、ね、宅地になっているでも現地に行ったら建物なんか建ってないじゃないか、ね、駐車場じゃないか、ね、これじゃやっぱり全く意味をなさないわけです ね、だからもし駐車場にしましたよっていうふうになった場合誰がここ変更するのかって言ったらこれは所有者土地の所有者に申請義務が課されますだから土地の所有者がやらなきゃいけない。ね、でもまあ自分でできればいいですよ。ね、ただ当期の申請の知識を豊富に持っている土地の所有者さん。 一般的に考えて、なかなかいないですよね。まあ、地目の変更だけだったら、測量等もないので、まあ、実際にやろうと思えばできるでしょう。ね、で、まあ、今はまあ、比較的本を見ながら調べて、ね、まあ、自分でやろうなんていうのが権利に関する登記でも。まあ、いろいろと話題になってたりはするんですけれども、一般的には、これ、なかなかやらないですよね。だから、その部分を知識のない一般の方々に代わって。 報酬をいただいてねですねで今の「地目が変わったから地目を変更してくださいよ」っていうふうにお役所さんにお願いするこれが登記の申請になりますそしてそのまま「地目変更登記」というね登記の申請をするということになるわけです。でこの部分についてもうちょっと詳しくね見ていきたいと思います。 はい今これ地目がまあ宅地から駐車場に変わりましたよっていうようなお話でしましたけれどもはいこれもやっぱりテキストの抜粋です。ねまあ、こういったテキストを使ってこんな風にね授業をしているんだなっていう風にね思ってもらえればいいです。ははいいここここに図があります、はい、ここ畑ででした、ねで 畑なので冬季記録上も地目はは畑となっていいます、はい、これで考えるとこの「地目」という欄がこれまあ宅地じゃなくて「畑」というふうに記録されているっていうのをちょっとイメージしてください。はい、でもこれ畑だったんだけれども令和3年1月20日に畑から駐車場にしましたよ。 はい、駐車場というのはこの「地目、はい」ちょっと変わった言葉で雑種地なんていう言葉で表します、ね、だから地目の欄をこれ「雑種地」にしなきゃいけないはい「元凶駐車場」に変わってるでも何もしなければ登記記録は当然畑のままです、ね、だからここに不一致が生じている「元凶駐車場」だけれども 登記記録のの地目は畑のまま、ね、じゃあここを駐車場を表す雑種地という地目に変更してくださいよという登記の申請をしなきゃいけない。ね、でこの申請というのは所有者に申請義務が課されるだけれども所有者に「普通は知識がないね」っていうことで土地家屋調査士が代理で行う。 で登記記録の中の地目が雑種地に変わって元凶と一致したねっていうことになるわけです。はいでその部分の登記記録がはい画面見ていただくともともとはこの行です。1行目。畑という地目だった。ね、でもここが雑種地に変わってます。 見えますかねちょっと小さくて見づらいかもしれませんけれども雑種地という地目に変わってますでいつ変わったのかっていうところも令和3年1月20日地目変更、ね、だから3年1月20日に地目が畑から雑種地に変わったんだなっていうことが登記記録を見ると分かるようになっています。 ね、でこの申請誰がするのって言ったら土地家屋長差が代理でするわけです。ね、でこの二って何なのか見えますかねここに二って頭にあるんだけれどもこの二っていうのはこの地目のこの符号なんです。ね、だから地目が変わったよ令和3年1月20日にねっていうことをここに示す。 でここの文言って非常に重要で申請書にこれを書くんです、ね、これを書くことによってこの登記記録というのはいわゆる国の機関の登記書というところの登記官がこれ変更してくれるだからこの登記記録をこうしてくださいねっていうふうにお願いするのが登記の申請それを私たちが所有者に代わって代理で行うんだって ということになりますはいでこの事例ちょうどいいのが畑から雑種地への地目変更ということになるわけですもう一回ちょっとね上の図で見てみますけれども畑って農地ですよね畑とか田んぼっていうのは農地で、日本の文化としてやっぱり農地を大事にしようという文化があるんです で農地法なんて言われるね法律があるぐらいで農地を農地以外に変更するというふうになるとこれ一定の許可が必要なんですです今ちょっと農地法というふうに私申し上げたのでちょっとね六法また見てみたいと思いますがはい実際に土地家屋調査士の試験で農地法を学習するっていうのはもうこの部分しかねもう、まあ、ないと言ってもいいんですけれども。 これ農地法の第4条ここにこんな規定があるんです農地を農地以外のものにするもの都道府県知事等の許可を受けなければならないね、これ農地転用許可なんていうふうに言いますけれども農地を農地以外のものにする この場合には一定の許可が必要なんです農地法この第4条の規定に基づく許可が必要だからこのような先ほど説明した畑から雑種地への地目変更登記をする場合、ね、これちゃんと農地法の許可を得てますよというような許可書。 これを実務的にはつけるる必要があるんです今実務的にはってあえてね言ったのはこれ試験的にはそういった許可書っていうのは添付情報にはならないんだけれども実務的にはもうこれ普通はつけます。ね、じゃあその農地転用許可、ね、これは誰が、ね、その許可の申請するのかって言ったらここで行政書士の仕事が出てくるわけですよね。 で今これ聞いていただいてる行政書士さんなんかはその部分をお仕事でたくさん扱ってる方もいらっしゃると思う行政書士の仕事っていろいろね幅がもうものすごく広いので、まあ、そういったことはやってないっていう方もいらっしゃると思いますけれどもただもちろんねだから土地家屋調査士からそういった許可 についてねお願いしますっていう仕事が回ってくるかもしれないしその後逆に行政書士の先生が土地家屋調査士の先生に仕事回すなんていうこともこれ実際にありますね。そういったことで行政書士の仕事っていうのもやはり密接に関わってくるね。で勉強する上でもああこれ知ってる知ってるっていう風な形でねえこれ入って行きやすい部分だと思います ね、地目変更っていうのは、まあ、これは登記として非常に重要な登記になってくるので。土地家屋調査士の試験勉強でも、これたくさん出てきます。ね、ですから、やっぱり行政書士の仕事なんかをね、やってる方、それから。試験をね、受けた勉強の経験があるっていう方でも、やはり入りやすいのかなと思います。はい、まあ、そういったことで、まあ、一定の許可が必要なんですよ。その許可申請はって言ったら、行政書士がやるんだよ。 ね、でそういったね土地家屋調査士の仕事と絡めて、えー、業務の幅を広げることもこれ十分可能だということになります。はい、では調査士の業務そして試験についてもう少しね見ていきたいと思います、はい。またパンフレットに戻りますね。はい、手元にある方は5ページちょっと開けてみてください。 はい、4ページ5ページで、まあ、こんな風に調査士のの仕事の流れなんていうのを、ね、ざっと説明しているページがありますはい土地家屋調査士の仕事私がまずね魅力的だなと思ったのはここにもこんな風に分けてありますけれどもフィールドワークデスクワーク、ね、要はもう現場作業から事務所作業までこれ全部まあ自分でやるわけです。 だから毎日毎日、えー、例えば会社に通って何時から何時まで事務所で作業してっていう仕事ではない、ね。まず現場に出るのが嫌だっていう人はあまり向かないのかなっていう気がしますけれどもこんな風に不動産の調査ということになるののでこれ建物の調査してますよねそれから測量先ほども申し上げましたけれどもこういったトータルステーション、ね、機械除いて測量っていうこともありますし。 今はこの教会についてね土地と土地との境についてこの知識を一番持ってるのは土地家屋長差しって言ってもいいんじゃないのかなっていうふうにねこれ思うぐらいこの教会についても学習することになります。はいそして事務所で、まあ、書類作成業務っていうのもこれ出てきます。 登記の申請というふうふにね私先ほど何回もね申し上げてますけれども要は申請書類を作ってそして図面等も作ってそれを元に登記の申請をするで、えー、昔からある書面申請ということももちろんできますし今はだんだんオンライン申請が普及されてきていて、ね、オンラインで申請ということも可能になります。ね、ただ今ののところ試験では書面申請の 書式の試験ということになるので申請書書書をを自分でいいてて手書きの図面を作成してということになります、ね、この部分がだいぶ、ね、実務と、えー、違ってきてるのかなと思いますが、まあ、今、ね、手書きの図面をつける人っていうのもなかなかいないと思うので、まあ、CAD 等を使って、えー、図面は作成することになりますがこの部分を試験的にはこういった。 三角定規を組み合わせてね、作図をしていきますね。ですからこういったところも楽しんでやっていただけるとこれは非常に面白いのかなと思います実際に土地家屋調査士試験の勉強を始めてね、今までの資格試験の勉強の中で一番面白かったって言ってくれる人もこれ意外といるんです ね、だからぜひやるんだったら楽しんで最後まで勉強していただいてそれが合格に結びつけばいいなと思ってます。ね、だからまあ楽しんで最後まできちんとねできるように、えー、講師の方ももちろんね努力しています。はいでパンフレットの5ページの右上にちょっとこんなふうに。 はいまあ、こんな時と地下屋調を指しの出番ですということで家を新築した、はい、先ほど登記事項証明書ちょっと見ていただきましたけれども、はい、建物新築しましたよって言ったらまずはここね「表題部作ってください」っていうことをお願いしなきゃいけない。これがまず最初の登記の申請です。 それを建物表題登記なんていうふうに言いますがこれもやっぱり所有者に申請義務が課されるんです所有者をやらなきゃいけない、ね、でも当然、ね、できませんよねっていう話ですだからこの部分を我々土地家屋区調査士が担当する、ね、で表題部は申請義務があると言いましたけれどもやらなきゃいけないんです、ね、一方下の権利部っていうのはこれは申請義務はない ね、でもまあこれは自分の権利は自分で守れという考え方からねまあ普通の人はやるでしょっていうところなんですけれどもこっちはもう申請義務が課されるやらなななきゃいけないいけ登記ととうことになりますだから家新築したらもうこれやらなきゃいけないんです。ね、で新築だけじゃなくて例えば増築しましたっていうふうになったら、まあ、構造も変わってくるかもしれないし。 増築した部分の構造がこの既存部分の構造と違えばここも変わってくるし何より増築したたっっってて言ったら床面積も変わってきますよねだからこのまままじゃやっぱりまずいわけです先ほど土地の地目の変更登記でお話ししたようにやっぱり建物だって増築したっていうふうになったら元凶と登記記録の内容っていうのはズレが生じるわけだからそのままにしておいたら登記の意味が全くない。 ね。だから増築に伴う変更登記というのをしなきゃいけないわけですね。でも、やっぱりこれも建物の所有者ね。知識ないからできません。っていうことで、土地家屋調査士が代理で行うことになるで、この部分は他の資格者がお金を取って業として継続してできるかって言ったらできないわけですね。何度も言うように土地家屋調査士の独占業務。 ね、だからもう不動産がなくなることっていうのはこれ絶対ないですよね世の中から消えるってことは絶対ないわけだからもう仕事としてはもうこれは安定して、ね、これはもちろん自分のね営業努力っていうのも必要になってきますけれどもこれ仕事自体なくなることはないです。ね、で実際に測量自分で現,、えー、現地に出向いてね測量するわけだしそれのをもとに 登記の申請を行うわけだしやはり ai にとって変わられるような仕事ではないと思いますはいでその他に土地の利用状況地目を変更したさっきのね、えー、ところで説明しました地目の変更登記というのが必要になるでもともとが農地田や畑だったものをそれ以外にするということになるとまあここで ね、ワンクッション行政書士さんの出番も出てくるんだよっていうことになりますはいあとは土地を2つに分割して片側の土地を売りたいはいこんなこともこれ出てくるかと思いますはいでこれは例えば広い土地で全部使ってないんだよなね、だから一部売っちゃいたいなっていうことになった時にそのままで 所有権移転登記ね、要は売買契約はできるでしょう。ね、でもその後買い主さんにその売った部分について、例えばさっきの土地のね、登記事項証明書で見ていくと、要は一筆ね、一つの土地についてこれがあるわけです。ね、でその一つの土地について所有者誰ですかって言ったら。 この人ですよというふうに示すのが登記記録なのでじゃあ一部売りました、ね、じゃあ一部のこの土地の一部の所有者が別の人になりましたよっていうふうになった時にこれでは工事でではきないんです、ね、だからどうするのって言ったらその売った部分については登記記録をもう一つ設けなきゃいけない。 ね、だから登記記録を分けてくださいという登記の申請をしなきゃいけないわけです。はい、そうすると、どういう登記が必要になってくるのかというと、土地の分筆登記というのが必要になってきます。ね、筆を分ける、分ける筆と書いて、分筆登記というんですけれども。そうすることによって、売った部分だけを登記記録、新しく作るんです。 そうするとその土地の所有者が飼い主だっていうことが公示できるようになるわけですね。だから一部売買なんていうことをするとやはり土地家屋調査士の仕事が発生してくる。ね、で一部売買じゃなくても今はまあ相続登記を促すような流れに世の中なっています。ね、ですから例えば土地の所有者。 ななくってますもう随分昔になくなってます,、ね、うてますこういった土地がゴロゴロあるわけです。ね、所有者不明土地ととかか、ね、空き家問題とか今いろいろありますよ、ね、でその所有者がなくなってる土地まあ広い土地だったとして相続人が数人いた場合、ね、まあじゃあ相続人が3人いたとしましょうか。ね、その土地をじゃあ相続人の名義にそれぞれ単独の名義にしたいんだ。 っていう,ふうになった時もやっぱりこれは土地が一筆の状態だと一つ一つで単独名義にっていうことはこれできない、ね。じゃあ何が前提として必要なのかって言ったらその土地を3つに分けるっていうことが必要になってくる。ね、だから土土地地ををつに分分ける分筆の統計これを土地家屋調査士が行う、ね、でその後 相続人名義に所有権移転登記するっていうのはもうこれは司法書士さんたちのお仕事とということになってくる、ね、でもここでやっぱり司法書士と土地家屋調査士の資格を両方持って活躍していればそれがワンストップでできるということになってくるので世の中の流れを見てもやはり兼業、ね、両方資格持って活躍するっていうのはこれからね非常に出てくるんじゃないのかなと思ってます。 ね、ですから行政書士だったり司法書士だったり、ね、あとは前半でお話しした測量士測量士法1級建築士2級建築士宅建それからマンション管理士さ、ね、まざ、あ、まな資格がありますけれども少しでも関わる部分、ねえー、知識を持っている方っていうのはぜひ土地家屋調査士試験ににチャレンジしてしててほいいなとううふうに思ってます、はい、でこの土地家屋調査士試験について。 はいじゃあどんな試験なのかというのをねもう少し詳しく見てね、えー、ガイダンス終わりにしたいと思いますがははいい7ページになります、はい、先ほどもちょっと見ましたけれども土地家屋調査士の試験というのは毎年10月に行われて本来だったら午前の部午後の部ねこれ両方受けなきゃいけないんだけれども両方受けて受かる人っていうのはほとんどいないです。 はい、八ページにもねこんな風に Q&A で載せてありますが、午前の部試験みんな受験しないって本当そうなんです。ほとんどの人がね九十七点五パーセント午前の部の試験免除っていうことになります。ね、だから両方受ける人っていうのはほとんどいないんです。ね、なぜなら両方受けて受かる人っていうのがほとんどいないからなんです。 はいだから免除資格をお持ちでない人はこの午後の部の対策をするんだけれどもそれと並行して6ページに載せてあります測量司法の試験というのをまず5月に受けていただきます。ね、そして10月の試験これの午後の部の対策だけに挑むんだ。ね、そんなふうに思ってください。 はい。で、実際にどんな試験なのか、この土地家屋調査士の午後の試験はということで、また7ページに戻りましたけれども、先ほどもちょっと申し上げました。はい。卓一問題、それから書式問題、ね。大きく分けると、この2つに分けられます。で、どちらも50点満点。ね、で、卓一問題っていうのは、語詞卓一の問題で20問です。 で、五子択一、五択となると、まあ、これ。適当に鉛筆転がして、当たるかって言ったら、もう、これ五択はもう、本当に当たらないです。ね、まあ、もう、皆さんね、やはり、いろんな試験の勉強されている方もね、多いと思うので。まあ、そんなことはしないと思いますけれども。かなり、きちんと勉強しないと、答えられないです、ね。ただ、いろんな試験の学習経験がある方っていうのは、択一対策っていうのは、意外と。 ね、これ独学でもなんとかなるのかなというふうに個人的には思ってます。ね、ただこっちですね、この「書式対策」というのが独学ででははこれはちょっと難しいです土地に関する問題建物に関する問題、ね、冒頭でちらっとね本試験問題見ていただきましたけれどもあの問題がまあ大体7ページぐらい平均すると あるわけですでその7ページ前後の問題を読んでどんな登記の申請が必要なのかというのをまず判断するでその登記が分かったらまず申請書を作るで申請書を作ったらそれに添付しなければならない図面を作るだから土地についての申請書と図面。 そしてて建物についての申請書と図面これを作成する、ね、だからこの部分がやはり独学だとかなり厳しいです、ね、まあこうやって話をしててもやはりそそりゃうううだろうなって思うと思といます、ね、先ほどちょっとお見せした三角定規あれを使って建物の図面土地の図面どうやって作るんだろう、ね、私も自分が受験生の時に最初はやっぱり不安でした。 ね、ただもうこれは正直勉強というよりも訓練になります、ね、毎日毎日やることで確実にねこれは身につく作業ということになりますだからやらない人は絶対にできるようにはならないただ提供したカリキュラムをきちんとこなしていただければ絶対にできるようになります、ね、だから書式の練習っていうのはもうこれは訓練だと思ってくださいだから独学では厳しいんです ね、我々が本試験を散々分析してこういった問題を解けるようになれば本試験で戦えるっていうものをこれ用意しますから、ね、これをしっかりやってください、ね、それをやれば絶対にできるようになる、ね、そこを楽しんでやっていただければもうこれは絶対に楽しい勉強になるんじゃないかなと思います。 はいで出題の傾向ねいろいろ書いてありますけれども最後の部分丸暗記しただけのの知識でで合格点にに達すする回答ができなないいものになっています、ね、正直勉強していても暗記だけなんていう勉強これ正直つまらないと思うんです。で暗記だけでいけるんだったらこれぶっちゃけ予備校なんかいらないですからね。 はいですからまあ講義内容っていうのもこれまあ暗記してくださいとかねあとはテキストをずっと読んでるだけの講義なんていうのはこれ実際にしませんね。もうメリハリつけてここが重要ここは絶対やってくださいね。こっちは C ランクだからここは捨ててもいいよまあそんなところもねこれ実際にテキストには載ってるんです出るかもしれないからね。でもそういったところって出たとしてもこれ落としても ね、これ取れなくても直接合否には影響ないようなところなので特に1年目の人たちに関してはもう絶対やってくださいよっていう A ランクのところを確実に潰していければ合格できます、ね、実際にそれで一発合格した人も,もうこれ何人も出てますからねこれはあとはもう信じてついてきていただきたいなと思います。はい で実際に合格率ってどれくらいなのというね気になる部分かと思いますけれどもここ最近少し高めです、ね、9%超えているということになるので少し高め、まあ、これはまあ受験生が減ってるという傾向がねかなり大きいのかなと思いますがここ最近2年ほどねまだちょっと令和2年の試験が行われていないので令和元年までのデータですけれども。 9%超えが2年続いてます。それまではもう8%台がずっと続いていました。この平成23年に関してはまあ7%台の合格率ね、まあここちょっと低かった。実際に問題もちょっと難しかったです。ね、まあ今はだからまあ受け時なのかなというふうに個人的には思いますよね。はい、まあただ10%を超えることはねないと思います。 なので、えー、正直簡単な試験ではまずないよということを、ね、頭に入れていいいたただきたいなと思います、はい、あとはレックのカリキュラムなんですけれども、はい、12ページ、まあ、ここが基本になってくると思ってください「土地家屋調査士合格コース」。 で先ほどからお話ししている免除資格をこれ持っている方のためのコースになるのでこのインプット完成講座、まあ、ここがまあその名前の通りインプットですよねただ書式に関してはまあここでアウトプットもねここに入ると入ってきます、ね、でここがまずメインになってくると思ってくださいもうこれをしっかりやってその後に当連いわゆる模擬試験ですこれを受けてもらって本番に臨む。 そして免除資格がないという方はプラスでこれがついてきます測量資本合格パックねこれを並行してやっていただいてまず5月に試験を受ける測量資本のねで午後の部の対策をして10月の土地家屋調査士試験ねで今多資格のためのというようなねガイダンスなので こんなものも用意しているんです。はい、民法奇襲者向けということで、まあ、例えば司法書士、行政書士ね。民法、これ結構やると思います。だから民法の知識はありますよ。という人向けに民法の講義を除いたまあ、少しね安くなってます。けれども、こういったコースも用意してますね。民法の部分、徹底解析編の民法の部分が抜けてると思ってください。 ね、ただテキストはね、えー、お届けするので知識がある方だったらテキストを読むだけでまあ思い出せるのかなとも思います。はい、でこの「民法なし」のコースは測量司法がパックになってない方もこれありますのでこういったコースもあるよということを、ねえー、頭に入れていただければいいのかなと思います。 はいということで、えーまあ、1時間近く、ね、お話しさせていただきましたけれどもこれで少しでも土地家屋調査士とといいいいいう資格そしてて試験に興味を持っていただければいいのかなと思いますで実際にどんな講義してるのかなっていうのはもう一つガイダンスで、ねえー「インプット完成講座を無料体験」というタイトルで、えー、設けていますのでそういったものもぜひ見ていただいて、ね、もういろんなガイダンス見ていただいて。 ね。で、あのー、通学できる方はぜひ会いに来ていただきたいなと思います。これから生ガイダンスなんかもね、え一応用意する予定なので、えー、ぜひ受講相談等々も来ていただいて、えー、生の声を聞いていただければいいのかなと思います。まあ正直ね、あの受講料も安いものではないので、しっかりと自分の目で確かめてね、ねここなら行けそうだっていうふうにね判断していただいたら、ぜひ申し込んでいただいて、一緒にね勉強していきましょう。 はい、ということで、他資格からのステップアップというテーマでお話をさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。